バッテンです。今日はこちら大阪大学2021年文系第2問の問題をじっくり解説していきたいと思います。まだ解いたことない方はここで一旦動画を止めていただいて、自力で答案を必ず自分で書いてみてから解説の方に進んでください。ではいつも通り最初に解説の大まかな流れと最終的な答えだけ確認してから詳しい解説に移っていきます。まず括弧1、4点が同一平面上にあるという条件を立式すれば S と T、 今回2変数なので T を S で表せるということがわかります。じゃあ同一平面上にある条件をどうやって立式するかという解法選択は後で詳しく解説をしますが、ここでは例えばベクトル OQ というものを他のベクトル OA0、OB0、OP に係数かけて足した形で表すと。で、係数の和が1になることを利用して実数 K と L を用いて表しました。で、ここから両辺をベクトル OA、OB、OC で表して係数を比較すれば式が3本得られるなということがわかります。で、実際に計算して OA、OB、OC ベクトルが一時独立であることから係数同士を比較できてこちらが得られます。式3つに対して3つ4つで S と T の関係式が得られるなということがわかります。じゃあ T と S の関係式作るために K と L をどんどん消していきたいということで、使える式を作ってこの丸2式に代入すると T と S の関係式が得られるので、こちらが求まります。 T イコール S プラス1分の 2S となります。では括弧に問題文でいろいろと与えられてますけれども、欲しいのは S と T の関係式。じゃあ何が S と T と関係するかというと、各 POQ が90度であるという情報になってきます。なのでこれを立式すると、内積イコール0となるので、それぞれベクトル OA、OB、OC で表してあげて内積の計算をしていくと問題文で与えられた情報を使うことができて、で関係式が得られます。でそこに対して括弧1の結果を代入すれば S が求まって T が求まると。で最後に S と T が0から1っていう条件を満たすことを確認して S イコール5分の1が答えとなります。ではここから詳しく解説していきますので、分からなかった部分とかもっと掘り下げて聞いてみたいところがあれば重点的に見てみてください。では詳しく解説をしていきます。まずこの過去問解説シリーズでいつも出てきてますが、図が書けるときはですね、書いてあげた方が立式がしやすくなります。特殊性に気づきやすくなることが多いよと。で今回は特にですね、何の制限もなく、特に長さとか角度とか問題文の前提としては与えられていないんですけれども、括弧2で結構詳しく情報を与えられてますよね。なので、それをチラ見しながらですね、適当に書くは適当に書くんですけれども、なんとなくその括弧2の形になるように、括弧1って結局どの四面体であっても成り立つような、そういう一般的な話をしていくんですが、括弧2で具体化されるので、それをチラ見しながら1を書くということを心がけられるといいかなと思います。OA が長さ1で、 OB、OC 長さ2で、それぞれの角度も括弧2で与えられているものに、なんとなく近いような形で書いています。では括弧1、今回は問題文で与えられている情報として、点 A0、B0、QP が同一平面上にあるよということが与えられていて、 S と T の関係式を求めようという問題になっています。じゃあ同一平面上にあることを式で立てることができたらですね、 S と T の2変数なので条件式1個あれば片方を片方で表せる、今回で言うと T を S で表せるなということが見えます。じゃあどうやって立式するかなんですけれども、同一平面上にあるっていうことを立式するためには基本的に2つ作戦があって、鏡面条件っていうものと、係数の和が1っていうものがあります。詳しくは96問目、両問演習 1A2B の96問目で扱っているので、ここではさらっといきたいと思います。もっと掘り下げて勉強したい人はこちらを見てみてください。で、例えば鏡面条件で立式をすると、ベクトル A0Q っていうものがですね、ベクトル A0B0、 ベクトル AOP の実数倍で書けるよっていう、こういうような KL、 実数 KL が存在するよということが、いわゆる鏡面条件と呼ばれる同一平面上にあることに対する必要十分条件になってくるんですが、これで表しても結局ですね、この3つのベクトルを O 視点に揃えてから比較をしていくことになるので、もちろん A0 視点でですね頑張っていってもいいんですが、やっぱり O 視点の方が計算しやすいので、それなのであれば初めから係数の和が1という形で立式した方がいいなということが見えます。つまりどういうことかというと、同一平面上にあること、同一平面上にあるための必要十分条件として、ある実数 KL を用いて Q の1ベクトル、今回基準を O とします。 Q の1ベクトルイコール A0 の1ベクトル、 B0 の1ベクトル、 P の1ベクトルで、係数の和が1になるように、ここが 1-K-L で K で L という形で表せるということが必要十分条件なんですね。
よろしいでしょうか。まあ、この知識不安な方は OK の辞書で同一平面上にある条件っていう辞書があるんで確認をしてください。で、ここはすごく細かな処理の工夫なんですが、ベクトル OA0 とかベクトル OB0 って、まあ、簡単にベクトル OA とベクトル OB で表せますよね。なんですが、ここのベクトル OP っていうのは、ここなので S 対 1-S に内分しているので、ベクトル OA とベクトル OC の和で係数が S が入った状態で表せることになります。まあ、なので、ここに文字が入ってくると。なので、そこに対する掛け算として、ここを 1-K-L にすると、なんか K と L っていう文字に S っていう文字がかかってくるんで、なんかめんどくさそうだなっていう、まあ、そういう気持ちを考えて、まあ、ここは L ですね。もう実数1個でポンと簡単に置いています。で、1-K-L っていうのはこっちにまとめて書いてるような、まあ、そういう意識で実はこれを意識しています。まあ、別にどう置いても解けるんですけれども、後の処理の楽さを考えると、まあ、こっちの方が気持ち的には楽かなと思います。じゃあ、これで同一平面上にあることを議論できる形に持ってこれましたよと。で、次に何をするかというと、両辺をベクトル OA、ベクトル OB、ベクトル OC で表して、で、後で出てきますが、これら一次独立なので、係数を比較すれば式が3本得られるなど。まあ、これはどういう問題集でも出てくる話なので、知ってる方が多いと思います。まあ、それで解けそうだなという見通しが立ちます。つまり、未知数4つですよね。T と S っていう問題文で出てきているものと、今回自分で置いた K と L っていうものがあるんで、未知数4つに対して式が3本あれば、T を S で表せます。まあ、全部が具体的にバシッとは決まらないでしょうけれども、2つの変数の間の関係式が1個残るので表せそうだということで見通しが立ちます。ではあとは処理ですね。今決めた方針に従って話を進めていくと、まずベクトル OQ っていうものをベクトル OA、OB、OC で表すとこちら、まあ、BC を T 対 1-T に内分しているので内分公式からこちらで、右辺に関してはどうなるかというと、ベクトル OA0 っていうのは2分の1ベクトル OA、でベクトル OB0 っていうのは3分の1ベクトル OB。で、ベクトル OP っていうのは P が AC を S 対 1-S に内分しているので、こちらですね。で、表せます。で、これを整理すると、ベクトル OA かけるこちら、ベクトル OB かけ3分の K、ベクトル OC かけ LS となります。で、これで左辺も右辺もベクトル OA、OB、OC で表せたので、あとはベクトル OA、OB、OC が一次独立であることから係数を比較することができます。なんでこの一文が必要かっていうのは、まあ、学校の授業とかでもよく呼ばれることがあると思うんですけれども、まあ、なぜ必要かについては先ほども出てきた第96問目両問演習 1A2B シリーズの96問目で解説しているので、ここでは飛ばします。知らない方はぜひこちらを復習してください。で、係数同士比較して式が3本立ちましたと。で、結構これややこしいですよね。文字4つに対して式3つですし、文字と文字の掛け算が出てくるのでややこしそうだなと思うんですが、やりたいことは何かというと、 T と S の式を作りたいんですよね。ってことは、最後の結果に対して K と L っていうのは出てきていたらおかしいので、 K と L を消したいなっていうのが、まあ、ここでの発想になってきます。じゃあどうやって消せるかっていうと、まあ、丸2に関しては K も L も入ってしまってるので難しそうだなと。でも丸3丸4に着目すると、それぞれ K イコール T の形、 L イコール S と T の形っていう K イコール L イコールの形にできるので、こちらですね。まあ、S は0ではないので S でも割れますし、この2つを使ってこれを丸2に代入することで K と L が消せるので T と S の関係式が得られるなということを見抜けると、まあ、式の処理がすごく見通しよくできると思います。で、あとはこれを式変形していくだけですが、まあ、計算ミスのないように頑張って計算をしていくと T イコール何とかにしたいので T でまとめます。そうするとこちら0イコール S プラス1かける T マイナス 2S と。で、S はマイナス1でもないので、S プラス1で割ることができて、T イコール S プラス1分の 2S と求まります。これでカッコ1が終了。では、カッコ2に行きます。カッコ2は問題文でいろんな情報が与えられています。まあ、長さの条件とかですね、角度の条件とか、いろいろ与えられていて、S を求めようって言われてるんですね。で、カッコ1で求めたのは S と T の関係式でした。なので、もう1個 S と T の関係式を作ることができれば、まあ、2つを連立して S が求まりそうだなっていう発想です。じゃあどうすれば S と T の関係式が作れるのかと。今回いっぱい問題文で与えられてますけれども、どの情報が一番 S と T に関連するかっていうのを考えると、これは各 POQ が90度ですよっていう情報になります。これはなぜだか分かりますか？
つまり S と T に関係するのって点でいうとこの P と S ですよね。 ST が変わると点 PQ が動いていく。でも O とか A とか B とか C って S と T が変わっても別に変わんないわけですね。なのでこの長さが例えば1で長さが2で2とか、あとこの AOB、BOC、COA の角度っていうのは S と T に関係なくもう決まってるんですね。なのでそれを意識しても別に S と T の関係式は得られない。ですがこの POQ の角度、この角度に関しては S と T が変わると変わっていくわけですね。なのでここが90度なんですよっていう条件を意識できればそれが S と T の関係式になるなっていうことが見えます。なのでこれを意識するっていう発想が生まれてきます。まあ、いっぱい問題文で与えられていると何を使ったらいいかって結構頭がこんがらがるんですが、こういう形で何をしたいのかっていうのを考えて、そのためにじゃあどういう情報を使えばいいかっていうのを逆算できるとすごく見通しが良くなります。じゃあ、まあ、角度90度なんで内積0ですね。ベクトル OP とベクトル OQ の内積が0ですよっていうことが言えます。でこれらの内積っていうのは直接求めることはできないので、それぞれをやっぱりベクトル OA、OB、OC で表して内積計算すれば他の情報を使えそうだなということで道が見えてきます。つまり P は AC を内分していてこちらですね。で Q は BC を内分していてこちらがベクトル OP、OQ になってくるので、これをあとは内積計算していくと、まあ、出てくるものとしてベクトル OA、OB の内積、ベクトル OA、OC の内積、OC、OB の内積、ベクトル OC と OC の内積はベクトル OC の大きさの2乗ですね。でそれぞれ与えられた条件からこういうふうに求められます。じゃあこれを使うと丸五式っていうのはこちらで、これをきれいにしていくとこの S と T の関係式が見事に得られました。じゃあきれいにですねまた T でまとめてここに括弧1の結果を代入するとこれで見事に S だけの式になりましたと。で見事にまあここもですね約分できて計算すると S イコール5分の1と求まります。で、後で話をするんですが、S と T にですね、条件があるので、それ確認しないといけないので、T も必ず求めます。T は3分の1と、関係式から求まります。そして、これですね。ここまでの議論っていうのは、別に S と T が問題文で与えられているこの0から1っていう条件を前提としていない。別にこれ、0から1じゃなくても成り立つ議論をずっとやってました。まあ、式を見返してみると分かると思うんですけれども、前提としていないと。でも問題文では S と T っていうのは実はこういう条件を満たしてないといけないっていうのが前提なので、最後に出てきた結論に対して確認します。でこれらはちゃんと0から1の間にあるので OK ですねと。よって S イコール5分の1になります。でこれがもし S が0から1の間に含まれてなければ解はないです。なのでこれは重要な一文、記述では確認すべき一文になってきます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、問題文のなんていうか前提が長くてですね、あとは括弧にもいろんな条件与えられていて、まあ、混乱しがちな問題だとは思うんですけれども、どういうことをしたいのか、どういう式が作れれば結論に近づくのかっていう、まあ、ゴールから考えている逆算していくことで処理の見通しが良くなる問題なので、まあ、ぜひそういう力をこの一問からつけてみていただけるといいかなと思います。まあ、あとはベクトルの基本情報ですね、一次独立の時に係数同士を比較できるとか、同一平面上にある条件とか、品質テーマも詰まっている問題なので、ぜひ復習をしてみてください。では、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。